はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬がご飯を食べなくなった時の飼い主さんがチェックする3つのポイント、これについてね、お話ししていこうと思います。いや、つまりこの3つのポイント何ですかっていうと、まずは病気の除外、まあ、病気になってないかどうかってことですね。それをちゃんと調べるということで、2つ目っていうのがご飯の量、これ気をつけてください。3つ目っていうのがもう逆に、まあ、はっきり言うと、子犬からしつけられているパターン。まあ、このパターンがね、この3つがあるかなと僕は感じます。ご飯って結構毎日のことなんで、食べなかったりするとね、やっぱ結構大変というか、心配ですよね。うちの子全然食べへんねんけど、こう、大きくなるんかいのみたいな。栄養足りとんかいのみたいな感じね、結構心配されると思うんですけども。まあ、基本的にはね、そこまで気にすることはないんですけれども、ただやっぱりいろんなことがね、隠されてるんで、この3つはね、結構調べた方がいいかなと僕は感じるんですね。で、その3つなんですかね、その1つ目なんですけども、まずは病気になってないかどうか、もうこれもう大前提ですけどもね。なんかこう、フードをいろいろ試すとかってね、いろいろあるじゃないですか。もう A があかんかったら B みたいな、B があかんかったら C みたいな。まあ、それもいいんやけど、まあ、まずは病気になってないかどうかですよね。もうすごいぐったり、起こしても全然起きひんし、もうぐったりしとるし、ね、なんかもう、血便ってね、血が混ざったうんちしたりだとか、まあ、おしっこの血が混ざったりだとかね、戻したものがすごい血が混ざってる。まあ、すごいね、それ出血が出てるとかですよ。まあ、何かしら本当に明らかに体の異変がある状態。であれば、まずは、まあ、その、なんだろう、病気が隠されてる場合があるから、それはまず病院に行かないと絶対にわかんないんですよね。なので、まず病院に行って、まあ、どうだこうだこうだこうだってやるわけです。で、まあ、明らかに全然病気じゃないと。ね。いうのであれば、二つ目。食べ過ぎです。食べ過ぎ。例えばこのフードにも、こう、フード食べてるとして、こう、毒フードって裏に何グラムって書いてるじゃないですか。で、それを見て、ああ、うちの子何グラム、何キロやから、まあ、何グラム食べなあかんねんな、みたいな。で、これを見て、じゃあ、これザーってあげるんですけどね、これが多い場合は、かなり、あるってことです。ここで苦しむ方も結構多いですね。はい、僕見てて。いやー、うちの子、例えばですよ、50g 食べなあかんねんけど、20しか食べてないよね、みたいな。ね、けど、全然、痩せすぎじゃないんですよね、みたいな。じゃあ、20でいいんでしょうね、っていうことなんですよね。けど50食べなあかんって、いや、体型見ようしね、っていう話なんですよね。はい、これすごく大事なポイントになってくるんです。これが2つ目ね。で、最後、三つ目、しつけられているパターン。まあ、要は、食べなかったら、もうじっと我慢してたら、我慢というか、じーっと食べない、じーっとしたら、まあ、次、さらに美味しいものが出てくるとか。ね、食べんかったら、なんかこれ振りかけようか、とか。じー、なんか出てくる。じー、なんか出てくる。そりゃじっと待ちますよね。美味しいか美味しくないかって言ったら、明らかにやっぱり、人もワンちゃんも美味しい方がいいんです。そのために、やっぱり何か知恵、絞りますからね。はい。なので逆にしつけられているパターンになってませんか？ここをね、チェックしてほしいかなと思います。まあ、かといってですよ。やっぱりね、何が大変って、心配なんです。心配。はい。食べなかったら心配。なんですよね。この心配を解決する、二つのチェックポイントというのがあるので、それを宿題でお話しさせてもらおうと思います。では、今日の宿題は、これです。はい。じゃあですね、今日は、子犬が、まあ、ご飯を食べないときに、飼い主さんが、チェックする3つのポイントっていう形でお話しさせてもらいました。で、まあ一番のね、心配どころっていうのは、心配どころで、まあ心配なんですよ。はい。心配なのが一番ね、気がかりで、まあどこだっていろいろね、悩まれると思うんです。じゃあご飯をなぜ食べるかっていうことをね、もう一回掘り下げて考えた方がいいんですよ。何のために食べますか？ね、まあ栄養をしっかりとったりだとかして、まあ成長するためじゃないですか。ね、まあ、成長っていうともまあ勝手に成長するんで、まあ正直そこまで気にしなくてもいい分野です。はい。勝手に大きくなります。しっかり食べ、この栄養部分があれば。じゃあこの栄養の部分でどうですかっていうと、まあ普通のドライフードとかを食べてたら、まあもう十分まあしっかり補えてるわけなんですよ。だからそこまで気にしなくてもいいです。この現代で栄養失調になってる子僕見たことないんで。はい。なので栄養もしっかり足ります。で、栄養が足りてから成長します。ね、これ何が言いたいかというと、さっきちらっと言ったんですけども、やっぱりね、体型を見た方がいいです。ここ体型しっかりできているのであれば、もう体がしっかり成長してるんですよ。今のグラムで。なので、そこは心配しなくてもいいんですよ。やっぱりね、50食べなあかんくて20しか食べてない。ここが一番、このギャップがしんどいんです。このギャップ、そこまで気にしなくていいんですよっていうのを頭の片隅に置いていただいて、毎日楽しくご飯食べてほしいかなと思います。では、またお会いしましょう。さよなら。